それではお願いいたします。皆さん、こんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏、演技でお楽しみください。まずはじめに高木桃子作曲のマーチ・ブルースカイをフレッシュアイリスのフラッグ演技と合わせてお楽しみいただきました。次はオーストリアの作曲家ヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカ雷鳴と稲妻をお届けします。ポルカとは1830年頃チェコのボヘミアで生まれた速い二拍子の民族舞曲です。この曲では打楽器のシンバルで稲妻を、バスドラムのドラムロールで雷鳴のとどろく様子を明快でユーモラスに表現しています。雷鳴と稲妻です。指揮は米田隊長です。どうぞお楽しみください。Thank you.
様をお楽しみいただきました。次はフランスの歌曲シャンソンを代表する曲愛の賛歌を演奏します。この曲はマルグリット・モノーが作曲し、作詞を手掛けたエディット・ピアフにより歌われていました。日本では日本語訳された歌詞で、美空ひばりさんや美輪明宏さん、桑田佳祐さんなど多くの方が歌っており、発表されてから半世紀以上経った今でも広く親しまれています。深い愛に満ちた愛の賛歌をどうぞお楽しみください。お楽しみいただきました。次はシングシングシングを演奏します。この曲はベニーグッドマン楽団の代表曲で、躍動感あふれるイントロと華やかなメロディーを特徴としています。テレビや映画の BGM などでもよく使われていますので、皆さんも一度は耳にされたことがあると思います。シングシングシングです。Thank you.
皆様こんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは赤い服を着た女性警察官の演技をご覧いただこうと思いますが、その準備の時間を使って少し警察からのお話をさせていただきたいと思います。市内の交通事故の情勢、あるいは県下の交通事故の情勢につきましては、後ほど警察署長あるいは市長の方からお話があると思いますが、全体の流れとしてですね、愛知県高齢者の交通事故が増えてきている。それも被害者になるだけじゃなくて加害者になる事故も増えているということでございますので、皆様方がこれから先交通事故の被害者にもあるいは加害者にもなられないよう、3つの 3S という言葉で、交通事故の抑止にご協力をいただければと、こんなふうに思います。3つの S、 ストップ、スロー、スマート、この3つを掲げています。ストップ、止まるところではきちんと止まりましょうねっていう話なんですね。赤信号、前の車が行っちゃったからって言っちゃうと、例えば小さいお子さんとか目の前の信号が青になるとパッと渡ってくることありますよね。そうすると事故になってしまうからもしれません。あるいは一時停止のある交差点、停止線の手前で止まれば事故は起こりません。ところがよく見えないということで、停止線をちょっと越えて止まった時にギリギリを走ってきた自転車とぶつかって転んで頭を打ってお亡くなりになった、こんな事故も起こっています。止まるところで一度きちっと止まっていただいて、その後本当に慎重に左右の確認出ていただければ、その事故防げてますよね。止まるところではきちっと止まりましょう、これがストップ。それからですね、コントロールできる速度で走りましょうってことですね。見通しの悪い交差点などで急な飛び出しなんかに対応ができない、やっぱりこれでは事故なくなりませんよね。見通しが悪ければちょっとスピードを落としていただく、あるいはですね、子どもさんや高齢者の方、道路へパッと飛び出してくることがあります。例えばお子さんは視野が狭いんですね。それから高齢者の方は、見てから渡ってくれればいいんですけど、見ながら渡り出す方いらっしゃいますね、時々ね。そうしますと、あっという時に対応ができない、高齢者やお子さんが歩いてるのを見かけたらちょっとスピードを落とすことで防御ができると思います。そしてスマート、最近起こっている煽り運転とかありますよね。お先にどうぞ、そんな気持ちで運転をしていればイライラすることもないと思います。ですが自分が先に、自分が先にっていう運転をしていることで事故が増えているんじゃないでしょうか。スマートな運転を心がけていただくことで、これも事故の被害者にも加害者にもなることが減るんじゃないかというふうに思います。3つのやつで交通事故を抑止、どうぞ皆様ご協力をよろしくお願いします。それでは準備ができたのでご覧いただきましょう。赤い服を着た女性警察官をフレッシュアイリスと申しますが、フレッシュアイリスの繰り広げる世界、フレッシュアイリスワールド、指揮は村瀬副隊長です。どうぞご覧ください。
しょうか。この安城市が安全で快適な交通環境の事故のない街であること、それを願う気持ちはここにお集まりの皆様、そして私たち警察同じでございます。今日お集まりの皆様が地域の交通安全のリーダーとなられて、事故が一件でも減ることを切にお願い申し上げるとともに、安城警察署への変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げ、私どもの演奏演技終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。ここで式典の準備をいたしますので、しばらくお待ちください。